嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされ、空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、千尋でございます。今日もね、エボンハートパクト編の続きの方をやっていきましょう。というわけで前回、この20点でなんとも起こっては欲しくなかった事件が起きましたね。まあ私のね、エボンハートパクト編、まあシャープ1で出会うことになるアエラ・アスターナーおばちゃん、あのアスターナー家のお母さんね、息子と娘とあと夫で、ブリークロックにね、まあ幸せに暮らしていた一家だったんですけどもね、まあダガーフォールが襲ってきて、まあブリークロックを逃げなきゃいけないとなり、バルフォイエに落ち延びるとね、モローウィンドウのバルフォイエ、そこでね選択を迫られる。港を守るのか、砦を守るのか、ね。で、私とね、ライリちゃんは港を守る選択をし、ラナ隊長と千軍曹、そして、アイラおばちゃんの娘、トリンヒルド、トリンヒルデか、を助ける、うん。という結果になったんですけど、反対に砦に残された、ね、アイラおばちゃんの夫、そして息子のリトレック、あとカリドのタージはそこで戦死してしまうわけです。その傷を癒えぬまま今まで生きてきたエラバちゃん、いつの間にか虫の教団のね、まあ虫の父サリクというものに、まあ、騙されて虫の教団に入ってしまっていたと、いうことで、ね、ここで悲惨な事件が起きたわけです。というわけで、今日はその続き、その続きというか、パインピーク洞窟というところで、研究者と話すと、今はさっきね、そこでクエストを受けたところなんで、早速そっちに行ってみましょう。トリンはどうしてるのか気になる。元気でやってるといいんだけど。どっかで出てくるかもしれないね、だからね。他のクエストで。パインピーク洞窟っていうのは、イバルステッド、あ、そうだね、あのあれだ、クマがいるとこですよ、うん、あ、思い出した思い出した。川下ってくとね、あの滝の前に
ある洞窟だ。どっちから行けるのかな。こっちか。イバルステッドに行くことになったね。懐かしい。イバルステッドはいろんな思い出がありますね。やっぱりね、世界のノドと呼ばれるハイフロス側にいる、何だったっけ名前、グレイビアードだそう。グレイビアードたちね、に、なんだろう、ドラゴンボーンとして正しい力の使い方を教わりに行くんだと。まあ召喚されますからね、ドバキーンっつって、ガコココココつってね。でまあハイフロス側に行くときに、このねハイフロス側の入り口たるイバルステッドにたどり着くわけですよ。ここはイバルステッドじゃないよね。ここはグエイルムンドの間、怖い。あ、ちゃんとあんだね。ちゃんとあるんだよ。あのバカ呼ばわりされたあの探検家がね、ここで今幽霊を装って入ってこなくさせると、他のね墓荒らしたちが。懐かしいですね。ちゃんとありますね。入り口はでもないんだね。ある、ちゃんとちゃんとある、ちゃんと あるんだね、ダンジョン。名前も多分そのままだと思う。ちょっと行ってみようか。うん、行ってみよう。なんて読むのか分かんないけど、なんとかの路障の墓地。伝承によると、なんとかの路障と呼ばれるこの広大な墓地には地下回廊があり、その入り口を知る者は今はもういない。時折トレジャーハンターたちが地下への入り口を探し、読めない。あ、なんかこんな感じしたな。こんな入り組んでたっけ。どっかにないかな、あのバカが隠れ住んでた部屋が。面白かったなあいつな。幽霊になりきる。ちゃんと墓に収まってるね。ありがたいんだけど。宝箱がある可能性がある。ない。まっすぐ行ってもいいんだね。まあどっちから行ってもいい感じだねこれね。オーバーロード。いいな。あ、待ちして。いやありがたいですよ。ドラグルのチャンピオン。何か思い忘れると思ったら、あれだ。ちょ待って、あ、これ違うのか。ぐるっと回ったら墓に多分ドラグルたちいっぱいいる気がする。
いやー、魔術師。なんだこのマークは。スタミナない。ちょっと一回落ち着こう。あ、スカイシャドウ。こんなとこだったっけ？何か見つかった気がするんだけど。いや、正確。正確だよ。避けれないのか、それは。なるほどね、上にいるやつに見つかってたんだ。あれ、ラリちゃんの変異ってあれか、精密射撃か。篠谷の方がいいんだけどな。ちょっと後で変えよう。よいしょ。あ、レベル上がった。レベル48。強力なグリフ、攻撃、物理攻撃強化。うん、ちょっと待ってね、今これつけちゃう。なんで巻き火しまいた。つけれるかな、これ。ついてんな。でもあ、つけれる。レベル40。あれでもなんか、あ、まあでも上がるか。つけよっか。レベル50になったらどうせ伸長するんだし。ちょっとだけ底上げ。で、スキルだ。ここ敵出てくるんだっけ。通知。新しいデイリー報酬。スキル、スペシャル、その前に、ね、受け取るもん受け取って。どうしましょう。全然でも育ってないな、クラスアビリティが。もうラリちゃんレベル50になろうとしてるのに、まだ30代だな。弓術のスキルが多いのかな。あ、そりゃそうだよね。ラピッドファイヤー、ステルスハンター。そっか。そうだよな。矢で戦、矢ってか弓矢で戦ってたら全然クラスアビリティ入ってないんだ、ここに。そりゃ入りませんよ。こっちにステルスハンター入れるか。で、ここに、火星武器。これで、うん、これでいけるね。これでクラスアビリティに経験値が入るはず。
で、こっちか。こうだな。あれ、プレイヤーさんがいる。あそこに。どこ行くの？これはもう一方通行なんだね。あなたは、あ、来た来た来た。ダメだ。俺の研究の邪魔はさせない。彼女も連れて。よいしょ。よし、楽勝。手伝ってもらったから楽勝。ジャコラーの日記。長い。ソリチュードを撤退させられた。スバグリム首長は方法が失われ、私の研究が無意味になったと信じて、それは構わない。彼のためにやっているのではない。30日が経過した、南と東へ旅をして、できるだけ多くの墓地を訪れ、ドラグルたちは全く脅威にならないが、より強い奴らを完全に圧倒するにはかなりの体力を使う。休む必要があるが、時間がない。ホワイトランの門で追い払われた。遺体の世話や臭い匂いを和らげる不自由にもかかわらず、老いたノルドが妻の亡骸を連れて町の広場に入るのはほとんどの者にとって不快だそうだ。そりゃそうだろう。今回は彼女を見た。ん？おぼろげな姿で私にやめるように泣き叫んだ。こうでなくてはいけないと彼女に伝えようとした。ひどく拘束されて苦しいのはわかるが、それは一時的でしかない。すぐに彼女は永遠の生き生を得る。二度と失いはしない。もう壊れてるね。イバルステッドに到着した。遺体を、物資を、遺体と物資を村のすぐ外に隠した。私の助けになるであろうドラグルの呪いを知る者はここにはいない。だが構う者か。夕暮れになったら墓地へ行き学べることがあるか調べる。最低でも彼女をもう一度縛る場所はあるだろう。すまない、最愛の妻よ。もう少しだ。なるほど、蘇らせる。まあだから資料術をしようとしたんだね。これが多分奥さんでしょう。でさっきのがジャコラ倒しちゃったから分かんないけど、あの中にもしかしたら奥さん混じってたかもしれないね。なんかでも、この入り口だけだな、ちょっと名残があんのは。反対側見てないからあれだけど。まあこの感じだとあんまり変わんない。よし、じゃあちょっと寄り道も過ぎたんで。行きますか。イバルステッドへ。なんかあるぞ。封印された命令開封済み。万兵プレンダルへ、巡視隊を連れてインなんとかの、路上へ進め。墓地の扉を破り、中で見つけたものを全て殺せ。我々の地区でドラグルに足場を気づかせることは許されない。使命を果たしたら戻って報告せよ。上意識感激レク、すごい名前。そんなことやってたらもう雷だった。さてと、イバルステッドだな、ここは。こんな立派な家が立ち並ぶ感じじゃなかったけどね。別にでもあれなんだ、村扱いっていうか、あれだね、町というか、そういう扱いじゃないんだ。とりあえず家が建ってます。
でパインピーク動物園で研究者と話す。これが皆さん7000階段じゃなかった？これそうだよね。ハイフロースもいるけどじゃない。ちょっと上がってみようかね。あ、ほんあ、ほらちゃんとここの雰囲気が残ってる。ちゃんとあの階段もしっかりしてて、もう1000年も経つとボロボロになる。あ、トロールちゃんといるんだトロールもちゃんといますね。ねえ、序盤でトロール出てきちゃうからしんどいことだったね。ハイフロス、ハイフロス側は。多いな。そんなに高いところじゃないよ。まだクエストあるんだ。今フロストハート、あー、なるほど、木が倒れてていけないんだ。いけませんね。いけないいけない、こっから先いけない。ちゃちゃちゃ、出られん出られん。もしかしたらさ、だからさ、いずれね、ハイフロスが A 行くみたいなグループダンジョンができても面白いね。なんたってドラゴンの季節よ。っていうあれらしい、あの、なんつうの、サブタイトルっていうか。エルスウェアがね、発売するされるにあたって、今まであの狩猟で蘇らせられたドラゴンのあの骨みたいなやつは戦ったことあるんだけど、生きたね、生のドラゴンと対峙するっていうのはこのエルスウェアが初めてとなる。で、あのエルスウェアではね、あの放たれたドラゴンがあのこういうね、放浪中に襲ってくる突発イベントみたいなのあるみたい。だからあれだよね、完全スカイリムと同じですよ。ドラゴンに吸収されてっていう感じね、うん、虫の教団の存在を知ってからまだそんなに経っていないが、奴らは今やあちこちにいて人々を殺し村を破壊している。なんとか阻止しなければ。その手伝いに来た。必要になるだろう。だろうな。存分に使ってくれ。虫の教団を倒すためだった。できることをやってはいるが、虫の教団が使う武器はかなり強力だ。もっと気をつける必要があったんだ。私たちがここに何をしに来たのかを考えれば、危険だとあらかじめ予想できてもよかった。で、ここで何しに来たんだ。ここがどんな場所だか知っているか。あんまり知らない。タインピーク洞窟のことは。ここにはイスグラモルの同胞団の一人が埋葬されている。ハクラという女性だ、うん、彼女の墓の様子を確かめに来たんだ。だがすでに虫の教団に占領されていた。洞窟の中で奴らに待ち伏せされ、私たちは命からがら逃げ出した。なるほどな。虫の教団はここで何をやっている。やつらはハクラの霊魂を奴隷にするつもりかもしれない。だがまだ時間は残されている。助けてくれないか。もちろん。洞窟にある虫の教団の死体にこの破片を突き刺せば、ハクラはその体を乗っ取ることができる。そうすれば彼女からやつらを止める方法を聞き出せるはずだ。気味が悪いけどやってみよう。質問か。体内を流れる知識の水の勢いはアロネルの方が強いが、私も可能な限りは答えよう。その破片はどこで見つけたんだ。洞窟の中の柱に埋め込まれていた。アロネルが発見した伝承からその存在は予測がついていたのだ。だから我々は中に入ってすぐそれを探した。なるほど。
その破片がどんな風に機能する？中にはハクラのエキス、彼女の魂のごく一部分が入っている。死んだばかりの死体にそれを突き刺せば、ハクラはその体に憑依できるようになるはずだ。おそらくごく限られた時間だけのことだろうが。なるほどな。よし、倒れているのがあるね。これを生き延びたらもう二度と増殖を出ないよ。その方がいいかもしれない。寒いしな、スカイリムは。ダンマーには辛いな。こんなことやってる場合じゃない。自然とあっちに行ってた。ルベダイトの鉱石を取るために。パインピーク洞窟、奥深く、そして奥の部屋に分かれたこの天然の洞窟は、何世紀にもわたり避難民たちの聖域として幾度となく使用されてきた。地元ノルドの間では洞窟は安全だというものと、崩落によって閉じ込められる危険を恐れるものとで意見が分かれている。こんな感じだったかな。虫のスレイヤー、誰の死体だろう。肉から悪臭がする。信者のところに配属するとは。どういたしまして、なぜ虫の教団がここに。後をつけられた。墓の防御が破られれば、奴らの魔法で思いのままに支配されてしまう。なるほど。もしあなたがこの時代で最強だとすると、過去に英雄たちを求める理由がわかるわ。どうやって彼らを求めるんだ。3つの埋葬壺により霊魂がこの洞窟につなぎ止められている。これがある限り脱出できない。信者に拘束される前に破壊して逃がしてほしい。なるほど。2つの埋葬壺が洞窟の下層に安置されている。それを最初に壊してきて。分かった。埋葬埋葬壺ね。これか。この感じだとここから下に下がって、ここでここはしてぐるっと回って、どっかから上がる感じだな。これはでも上がるのはこっち側からしか行けないのか。だったら上から先に行った方が得策であろう。開かない。ひらちゃん、弓の持ち方ね。何はな、あ、ここ行ける。行けた。行けた行けた。なんかいるぞ。どうした？ニーラ。彼が死んだのは全部私が悪いの。気弱になって彼を置いて逃げたんだから。誰が危険にさらされている？シャラディンよ。私たちは虫の教団に襲われて一斉に逃げ出した、うん、シャラディンと私だけ孤立して洞窟の中に取り残されてしまったのよ。彼は奴らに捕まってしまった。奴らは儀式を行ってたわ。まさか彼があんなひどい目に遭うなんて。私が彼を助けに行くべきだった。でも私は逃げ出したのよ。両方捕まっていたかもしれないだろう。彼の生死もわからないわ。それに奴らに装備をすべて奪われてしまった。わかってるわ。装備のことを心配するなんて間抜けだと思ってるんでしょ。彼を助けてちょうだい。それともしできたら装備も取り返してきてほしい。分かって、やってみよう。そちらはここから避難をした方がいい。シャラディンはまだ生きているかもしれない。どうして置き去りにして逃げたんだろう。道具も探してやろう。カッコつけやがって。当たらないな。
たってないな、これ。届かないか。道具を集める。こんなんでいいんだ。じゃなかったんだけど、やってたの。生きてる。まずは、道具集め完了したな。これね、カイネの巣。洞窟の中で死者が蘇っている。あなたよりもひどい匂いよ。ラリちゃんはそんなにひどい匂いしないよ。獣の匂いはする。向いてんの、あいつ。あ、背中向けた。ありがてえ。相手の死角に入ってない攻撃じゃないと、スニーキングアタックにならない。よいしょ。ストゥーンの粒。最後の骨壺が上にある。急いで。分かった。虫が私を縛ろうとしてる。なんだと。上にやる。この途中だな。あれだな。助けてくれ。闇の存在を。この力は我が物とせよ。あれを破壊してくれ。よし、待ってろ、今行くから。せかすんじゃないよ。助けるつもりでいる。よし、んー、どう、なんだね、早くない逃げんの。お前まだあの解除されてないうちから逃げ出してたの。このまま上に上がってきゃいいな。近くもあるんじゃないか。あれ？上に上がるにはまた別の道？
ぽいね。いけるんじゃないか、ライクちゃん。いけるんじゃないか。いけるいけるいける、よし。いける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 、よし、いけるいける。見つかるか、先生。なるほど、ここから上がるわけね。あれ？はい、見てください。こんなの。なんだろう。ここは？危ない。ここは空いてる。え？よかった。ラリちゃんがドラゴンナイトで全然効きません。ほほほほほ。いやダメだ。痛かった。多分火の攻撃に対してちょっとした耐性があるはずなんだ。あれだね。またぐるんぐるん攻撃。楽勝でした。よし、これでしょう。私は奴に支配された。え？次に会うときは気をつけて。縛られたの？じゃあ何だったの？今まで。マイカ一人助けられたから一緒。熱い。お、懐かしい。懐かしいのあるね。あれでもあれを使ったギミックないよな。なるほど。捕らえられていると。どうか助けて。待ってる、今助ける。いけるいける。ここら、ここに上がれ。いけませんね。やれたっぽい。やったね。やったよ。さっさと出なくちゃ。外で会いましょう。うん。あ、ハクラの武器たち。ハクラの防具。すごいね。あ、これこれこれ。このタイプの体験。これ、この体験、これ拾うのしかないの。この形のやつ、ドラウグルの
モチーフのと同じ形なんだけど、あの欠けたり、あの刃こぼれしてないタイプはもう 拾うやつしかないの。これ欲しいんですよね。ノルドっぽい体験でね、いいなと思ってるんだけど、これを私のメインのね、あの、まあ、バルバラに持たせたいなっていうのあるんだけど、うん、ないんですよ、このモチーフの。これか。やれるやれる。よし、晴れてるね。よかった。あ、よかったね、再会できた。シャラディンを助けてくれてありがとう。いいんだよ、二人が無事でよかった。あなたは文字通り命の恩人よ。シャラディンと私でここでの出来事を本にするつもり、うん、みんながあなたの勇敢さを知ることになるわ。ありがとう。見てないけどね、私の勇敢さは。雰囲気でしか知らないでしょ君らは。中で何があったかとか。あ、ハクラがいる。束縛が解けた。害虫が群がる洞窟から解放され、おぞましい信者たちを倒す時が来たわ。虫の教団はお前を利用して何をしようとしていたんだ。虫の教団め、私の霊魂を支配してシンムールの力を増幅するために生贄にしようとしたの。なるほど。間抜けどもにふさわしい馬鹿げた計画ね。奴らはあなたにすら勝てなかったのよ。ところで破片は私がもらうわよ。なるほど、わかった。お返しする。ネタパトゥー。ここに平穏を取り戻したのに、さらに頼み事をするのは気が引く。いいんだ、何か言え、何か言えってな。イスグラモルのもう一人の仲間、バルダーは、ここターレングラブからそれほど遠くないところに埋葬されている。虫の教団が、霊魂を同じように支配しようとしている可能性が高い。なるほどな、つまりターレングラブに行けばいいんだな。ああ、私たちは今、遠征できるような状態じゃない。そうだな。虫の教団に先を越されていたら何もできないだろう。だがここを守ってくれたお前なら何とかできるはずだ。ターレングラブは南にある。行ってくれ。バルダーの霊魂を守らなければならない。飲み物飲むから。うん、よし、ではターレングラブにすぐ向かう。アズムズ、噂では虫の教団がターレングラブにはびこっているらしい。なんだ、はびこってるのか。可能性が高いと言ってたんだけど、まだ確定してないと思った。はびこっているんだな、ターレングラブ。ドゥエマーの遺跡あったよね、ここね。
must be done to end the oppression. All three became one, forged by war. The Evan hearts rose and drove the Akaviri back to the sea. When the enemies begged for them,